皆さん元気ですか？沖縄から、オンライン配信始まりますよ。クルッチの、クロストークワークショップ、始まりますけれども、皆さん、今聞こえてますかね？もしちょっと不具合があるとかなんかあったら、ぜひ三線組合 の、 メールにちょっといただければ、こちらで 何かしら対応しますので、ぜひよろしくお願いします。では本日のですね、内容そして、出演者の紹介をさせていただきます。1部と2部に分かれておりまして、クルッチクロストークワークショップが1部になっております。こちらではもう出演で谷口慎吾先生、琉球大学農学部の教授ですね。そして、宮沢和文さん、クルッチの森名誉会長、そして三線組合の副理事長、岸本直人、そして、三線組合事務局長中峰美希が、こちら、参加します。そして後半、2部の方で三線ミニライブがございます。こちらではですね、演奏家、琉球古典音楽アフソ流原生会の、玉城和樹さん、同じくアフソ流原生会、アフソ流原生会の、沢井真理子さん、シンガーソングライターでもございます。そして琉球古典音楽野村流保存会の、島袋奈美さん、沖縄民謡2代目提言会の島袋達也さん、八重間歌大鉄会会長の、伊藤浩太さん、そしてギタリストで、島山信和さんが参加してくれます。たっぷり、もう三線三昧、三線トーク三昧になると思いますので、最後まで楽しんでいってもらいたいと思います。それではですね、まず、今回ですね、この素敵な企画を、作ってもらったアイディアマンかな本企画の概要、紹介として、三線組合 の、 事務局長中峰からちょっと紹介をさせていただきたいと思いますが、中峰さん、はい、メンソーレ、はい、メンソーレ、はい、ですね、マイクがあるんですが、はい、マイクこれかな、これかな、はい、はい、お願いします。はい、こちらのカメラ、こちらのカメラです、はい、皆様こんにちは。コロナの緊急事態宣言を明けて、はい、どうにか対策をしながら、こういったのが開催できたことを大変嬉しく思っております。はい、今回はですね、三線製作事業協同組合が主催となりまして、でまた協力としまして、クルチの森100年プロジェクト、また支援といたしまして、沖縄県公益財団法人沖縄県文化振興会様の支援をいただきまして、令和3年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業ということで、その中の沖縄の未来の三線文化、創造拠点創出事業という事業をですね、三線組合で、取り組むことになりまして、例えばですね、今まで、そういった創造この拠点、三線の拠点作りというのはですね、まあ、三線教室というのは今まで、たくさんの数、本土にも沖縄本島にもですね、たくさんあるんですけれども、三線の制作または歴史、文化財の等々ですね、でまた材料に関して、苗木から種から苗を育ててどのぐらいの時間かかって材料になるんだとかっていう知識もですね、またそういった体験もですねできるような三線教室、またはそういったイベント等々をですね積極的に立ち上げていきたいなというふうに組合としては考えております。で、今回ですね、そういったのをですね、演奏家の皆様方と、まあ、三線文化の根っこである三線の材料についていろいろ勉強しながら、でまた視聴されている皆様方にも種まきの体験等ですねしていただいて、よりまた新しい三線の楽しみ方をですね、提案していけたらなというふうに考えております、はい、今日はもうそういう参加型ということですね。そうですね、はい、こういうたっぷりしたなかなかないですよね、三線にね。いや、なかなかないですね、もう、はい、楽しみです。はい、はい、ではもう早速進めていきたいと思います。中峰さんありがとうございました、はい、よろしくお願いします。一平二平デビル、はい、
ではですね、少し視聴者の皆様にお願いがございます。こちらですね、オンライン配信ね、これを見た後にぜひですね、感想アンケートをちょっと取りたいということで、これはこの YouTube サイトかな、の方に、アドレスがありますので、そこから配信終わった後かな、アンケートのご協力をぜひぜひよろしくお願いします。そして、もしですね、今オンライン生でちょっとお届けはしてるんですけども、何かのこうトラブルでですね、配信がストップしちゃったとかあった場合はですね、まあ、とにかくこちらの三線組合のホームページとか SNS サイトで、しばらくお待ちくださいとか何か発信はしたいと思います。ただですね、もし復旧に30分以上かかった場合は配信をストップして、もう録画はしますので、ぜひね、アーカイブしますので、そちらの、方でご案内させていただければと思います。でもね、多分大丈夫、はい、はい、最後まで皆さんよろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、三線組合副理事長の岸本直人よりご挨拶をお願いしたいと思いますが、どうぞ。こんにちは、はい、はい、撮りましょう、はい、はい、大丈夫ですか、はい、ゆっくりで、はい、はい、さい、三線組合岸本です。長かったです、このコロナの中で。うちらももう歌者ももう大変な思いをしたと思いますが、今日はもう素晴らしい歌で、もう いろんな質問も受けて、皆さん一緒に勉強していきましょうね。でこれからもこの歌者とこの琉球芸能を盛り上げるために頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、岸本さん、組合で、まあ、職人さんの集まりの組合なんですけれども、今回いくつかちょっと勉強会もされたんですよね。そうですね、はい、どんなことをされましたか。ですね、まずは、まあ、歌者なんかと一緒の顔合わせをしまして、あとは琉球 FC サッカーチームのですね、方からいろんなことを習って、やっぱりこのコロナの中で三線をですね、触る方々がだいぶ離れたんですよ。でこれを一応本当はもううちらとしてもいかにこの三線に触れてほしいということも一応いろいろと勉強し、あとは三線のこの種をこのやんばるに行って、戦争でもやられなかった名護にあるんですが、名護の酒造の方に行って種を取ってきて、これを三線組合の方で植えてるような事業をしてますね、はい、はい、そういうちょっとした一つ一ついろんなことを勉強会という感じで、まあ、職人とかあと演奏家の方々と一緒に今までねやってました。で今日はもうオンライン配信ということで、またいろんなお話とかまた生の演奏もという感じで楽しんでもらいたいという感じですけれども、はい、最後まで岸本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ご挨拶ありがとうございました。はい、はい、ではでは早速なんですけれども、クルチのワークショップ前半、まあ、クロストークということになっておりますけれども、こちらすごいご3名が近くにいます。嬉しいです。ではですね、今私が映ってます。はい、では、はい、今からですね、先にクロストークを、させていただきたいと思うんですけれども、もう映ってますか。まだ映ってない、はい、大丈夫でしょうか。はい、それでは早速、クロストークの、方で参加していただきます、方々3名笑ってくださいね。大丈夫、お願いしますよ。はい、ではご紹介します。私の近くから行きますけれども、琉球大学の音楽部の谷口慎吾教授です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして、三線組合事務局長の中峰美希ですね。よろしくお願いします。はい、そして、ミュージシャン、クルチの森、100年プロジェクトの名誉会長になっております、はい、宮沢和文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
ではあの早速ですけども、こう3分野ですね、音楽、そして三線を作る人、そして木の専門家ですよ。もう今日すごい楽しみですけれどもね。では、ちょっと最初に宮沢さんの方から、はい、クルチの森の、あのお話とか伺いたいんですけれども、今日なんか行かれたんですね、クルチの森の方に、うん、あの月に1回、はい、草刈りとあの、まあ、育児活動をしてきているんですけど、あの有志が集まってボランティアですけども、まあ、たまたま今日朝がそうで、まあ、コロナで、毎月はできなかったんですけどね、もうあのスタッフは欠かさず通ってくれて、であのボランティアの人が集まらないようにあの告知はしなかったんですけど、でもスタッフがずっとこの2年間、やってくれて、僕もようやく、しっかり参加できるようになったという状況ですね、はいはい。まあ、今日そのこのクルチの森は読谷にあるということで、うん、はい、なんか村長さんからのメッセージかな、うん、そうなんです、はい、石見村長の、ね、メッセージがあるので、はい、ぜひちょっとご覧になってください、はい。皆さんも一緒に見ながらという感じです。これ閉まってる、閉まっている、こういうのがね、オンラインですね。私これ押していいのかな、はいはいはい、合ってます。電気も消します。はい、あの電気も消して、これなんか映像どうでしょう、なんかスイッチ消えました、叩いた方がいいと思う、叩いはい、少々お待ちください皆さん叩いたらフリーズしている。いやでもスイッチが切れてるんじゃないですか。はいはい、ゆっくり、あもうスイッチの問題ですね。はい、皆さん少しあのお待ちください、今準備しております。笑いが起きている。生ならではのね、はい、生ならではですね、はい。まあ、ちょっと映像が出るまで、じゃあね、あの三線 の材料である琉球黒炭という木がもう取れないっていうのが僕は衝撃的だったんですよ。で皆さんご存知の通り川も西警備で輸入ですから、今っていうか長きにわたってその輸入の材料で三線が成り立っていたという、この沖縄の魂と言われているものがね、それがショックだったんですね。でも遡ってみると、その島唄っていう歌が今から29年前に発表したんですけど、ザ・ブームっていうあのグループで、その時三線がすごくこう売れたし、いろんな人たちが持つようになって、若者もかっこいいってことになって、でもそのヒットの後から輸入が始まったって話を職人の方から聞いて、それで動き出したっていうのがきっかけなんですね。なるほど。今なんか映像が準備ができましたので、先に村長の、はい、お願いします。ハイサイズ数用中ベナブラ読谷村長の石峰伝実です。2012年に宮沢和文さん、平田太一さんらの呼びかけにより始まったこの事業も今年で10年を迎えることになりました。この間多くのボランティアの皆様による、植樹、育児を継続して行い、クルチもすくすくと成長しております。梅雨の長雨、夏の猛暑、冬の寒風の中で月に一度の除草、枝打ち等を行ってくださいましたボランティアの皆様にも心よりお礼を申し上げます。また三線文化を県内外へ発出する持続可能な事業として、クルチを種から育てるワークショップが三線組合の職員の皆様により企画され、オンラインで開催されます。三線の竿となるクルチを取り巻く現在の状況を知り、後世に沖縄産の三線を残す取り組みとしてとても有意義なものとなることでしょう。全世界の皆様と楽しい時間を共有できるように企画運営にご尽力くださいました三線組合の皆さん、出演者の皆さん、ありがとうございます。私も終演までの時間を楽しみたいと思います。皆様の今後のご活躍を祈念し、また次年度はクルチの森に集い、
音楽祭が盛大に楽しく開催されることを祈求し、挨拶に変えたいと思います。実行委員長の石峰連日でした。ゆたしくうにげえさびら。ありがとうございました。宮沢さん、はい、音楽祭、来年はぜひ音楽祭をって書かれてましたね、はい、おっしゃってましたね、うん、はい。1年おきなんですけど、育樹祭、まあ、かつては植樹祭だったんですが、今土地に植え切りましたので育樹祭、そして2年に1回は音楽祭、読谷の地元の音楽家の方とか子どもたちとか、賛同してくれているプロのミュージシャンとか歌者の方々が集まって、本当は今年今日やる予定だったんですけども、コロナでできなくて、来年できたらいいなというふうに今計画しています。で、先ほどね、宮沢さん少しこのくるちの森を始めたきっかけみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、はい、こう、まあ、どういう、まあ、ちょっとしたくるちの森 の、 その活動紹介、今言った音楽祭と、そして、日頃は草刈りをやってるっていう感じですね。はい、はい、要するにその僕がこのプロジェクト始めようと思ったのは、本当は一人で始めるつもりだったんですけど、調べてみるとやっぱ100年200年三振になるのにかかるって聞いて、それは僕は世話をしきれないなっていうことになって、どうしたらこう持続できるこうサイクルが生み出されるだろうって考えた時に、やっぱり一人じゃ無理だと。そして明治神宮の代々木公園ですね、原宿っていうぐらいで原っぱだったんですね。で、神社ができるということで森を作ろう、100年後に森になるようにっていう計画を立てて、日本中から職人が集まって木を持ち寄って作って、今はもううっそうとした森なんですね。その話と、あとスラディバリ、バイオリンの あ、はい、あそこも木をもう植えて、何十年後100年後とかに作るバイオリンの材料をもう育ててるって話聞いたんですね。それだって思って、やっぱりこう何ですか、こうサイクルがないとやっぱり行き当たりばったりになったら絶対ダメだし、まあ、沖縄ってところは戦争もありましたし、小さい島でしたから、なかなかその持続可能っていうことが難しかったけれども、これから僕らの知恵を絞れば100年後200年後には県民の方々が、もっと言えば世界中の人たちが沖縄産の木で音楽ができる日が来るんじゃないかということを夢見て皆さんで始めたということですね。ありがとうございます。まあ、このきっかけを今日は、ね、聞かせていただきましたけど、うん、では今度はじゃあ中峰さんに行きましょうか。三線職人として、はい、この企画とかですね、はい、まあ、先ほどね持続可能なという話もしてましたけども、はい、そういうちょっと内容のことでお話ししていただければと思います。宮沢さんからもあったように、三線はこう王朝時代から県内で、沖縄県内で取れる材の中で最も三線に適してるっていうのがやっぱクルチだと。それはまあ硬さだったり、そういった変形しにくいとかっていうのもあってですね、で黒炭にはまたとっても希少だったからこそ特別なパワーが宿ってるというふうに言われてて、そういう黒炭の三線を床の間に飾ると、ゆたいらず、まあ拝みとか厄払いとかしなくても邪気が払われるようなスペシャルなパワーを持った木として、材としてとても重宝がられてですね、本当に、沖縄ではまあクルチだ、クルチはもう何て言うんでしょう、とても大切にする、はい、風習みたいなのが今でももう強く残ってるんですけど、ただ王朝時代まではその大野山とかに、木を植えてたと、要は造林してたっていう記録とかが残ってるらしくて、これ戦後すぐぐらいまであっちには黒炭の山があったとかっていう話があって、戦で燃えてしまってそういったのもなくなってしまって、でそこから何て言うんでしょう、切るけど植えるっていう取り組みがほとんどなされず、で沖縄県内の材が枯渇したら今度海外から仕入れるようになったんですよ。で海外もだんだん枯渇してきて、それでも植えるっていう活動になかなかいかなかったんですね。で三線の文化っていうのは歌う、
まあ作るっていうのはあったんですけど、それがここへ来てそういったあの材の枯渇っていうのがあのいよいよこう自分の子供に継ぐとかっていう時になった時に、はい、次世代にどんな形で継ぐのか、三神分化って大切だから残そうねっていうのに木は植えてないっていうふうになっていくと、今までのようには継げないと、自分の息子たちとか次世代が黒炭じゃない材で作るしかなくなっていくっていうのが、それがずっと続くかもしれないってなると、はい、やはりあの宮田さんがおっしゃるように、あの誰かが初めてでもやらないと、始まらないということで、まあ、三線組合としても、クルキを植える運動でした上で、なおかつあのどうしても100年先とか150年先にしかこれはあの素材として使えないので、その150年間をどう埋めるかっていうのもですね、あの宮沢さんにも以前実はあの宮沢モデルっていう三線を一緒に共同開発という形をさせていただいて、そこで総支樹っていう県内で取れる材を使って、そのクルチの代わりになるような材をどんどん提案していけたら、100年待たずとも代わりになる材をどんどん見出していこうと。でそこが本当に自分たち職人としてはとても大事な部分で、100年先150年先も大事だけど、その間もどうしていくべきかっていうのを今本当に谷口教授も含め自分たち職人研究者、あとまたプレイヤーの宮沢さんで、また今回まあ視聴されてる沖縄のファン三線のファンの方々と一緒にそういった財への課題、まあ課題として捉えなくとも本当に新しい楽しみ方とか新しい財の魅力とかっていうのもですね、一緒に本当に10年50年100年っていうスパンで取り組めたら、もうどうしても自分たちお恥ずかしい話、職人だけでは150年の課題っていうのは解決できそうにもないので、自分たちだけではぜひ皆さんで楽しみながら取り組めたら一番いいんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、先ほどね宮沢さん苦しの森に行ってきたと言ったんですけど、中峰さんも今日は行ってきた、行ってきたんですね。でなんかちょっと草刈り機で草刈り機、今日ぜひちょっと、うん、なんか写真とか撮ってないですか。ああぜひちょっと見させていただければと思うんですけど、うん、皆さんも一緒にね、はい、お願いします。でなんか見ながらまた紹介を宮沢さんにしていただければと思いますけれども、いけますか。はい、では写真を撮られたんですかね。そうですね、宮沢さん、はい、これでいいのかな。あれ、はい、これで合ってる、これで合ってますでしょうか。はい、今準備をしております。再生を押す、はい、あ、これ、はい、これですね。これがですね、僕が立ち上げたのが2012年なんですが、実はその3年前から古典の方々とか放送局の方とか読谷村とかもうこの事業を始めていまして、それを僕らが受け継いだ形なんですけど、今映ってる横断幕の裏側がその僕らが関わる前に植えた、ですから10年、以上か経ってるもので、もう谷口先生あれですよね、8メーターぐらいですよね。そうですね、マックスがね、それにかなりもう近づいてきてる、もう限界の高さになってます。あとはもう横に伸びていくのを待つっていうことですね。なるほど。でこれがちょっとパノラマで、今日は本当にスタッフ20人ぐらいでクルチセブンっていうスタッフがいるんですけど、これが今日ですか。はい、クルチセブンと、平田大さんらが今日集まって、まあ本当は音楽祭だったんですけど、まあ、とにかく集まろうということで今日集まって、ちょっとした育住世話、まあ、中峰さんも一緒にやってまいりました。いい天気ですね。最高でした ねこんな感じでね、お、うん、ものすごい暑かったですよね。ね、暑そう。いやでも素敵ですね、はい、これ僕が撮ったやつで、これがさっき言った、僕らがかかる前に植えた A ブロックというところのものですけど、もう本当に、コロナ前まではもうちょっと見渡せたんですけど、この2年で一気に伸びまして、もう誰がその奥で草刈ってるかも見えないくらい鬱蒼と茂っていると。一番ここが成長しているブロックです。
これ平田さんですね。これ中峰さん、ね、中峰さん映ってますね。はい、これはクルーチセブンとスタッフ僕らでちょっと細かく全部一周回って見てみよう改めてっていうところで今見てるところですね。こっち宮沢さんがいつも草刈りする、これ宮沢エリア、ね、宮沢エリアって書いてますよ。ここはちょっとあのこの不良のたまり場といいますか結構個性的なクルチが黒木がね、ええ、集ま不良って本当に不良が集まるわけないやいろいろ癖のあるねあの人格のクルチがこの一角に集まってます。ちょっと日陰なので細いんですけど、でもその分こうしたたかに時間をかけて大きくなろうっていうエリアですね、うん、宮沢と美希さんと平田さんです。でこれはですね2011年にハワイの方に沖縄系の日系人の方が来た時に植えたものがクスクスクと成長しています。こんな感じでいい天気でした。で最後はちょっとみんなで、ティンサクの花をクルチに聞かせてこういういい音を奏でるようになってくれよと下手くそな演奏を聞かせたということですね。これで締めでした。はい、あこれミキさんちょっと説明をして、はいはい、これは2年前に、普天間高校さんの外壁に、うん、50本程度かな、40本ぐらいかな、40年ものぐらいの黒炭が植えられてて、うん、それをもう撤去するということでもったいないので、引き取ってくれないかということで、予算、クルチの森の方から予算出して移植した4本移植したうちの2本ですね。こちらがそういうお話をたくさんいただくんですよ。うちのクルチを預かってもらえないかっていう、うん、問い合わせですね、ええ、はい、ただそのすごく移動するのに大変なんですね。労力から費用から、ね、だいたい1本ね、うん、このクラスでクレーンで釣らないといけないんで、うん、1本16万ぐらい15万とか。なるほど、うん、結構かかる。で僕らも引き受けたからには責任もあるので、はい、ですから全部が全部受け入れられないのでお話をして物語があったり僕らが引き受ける意義があったりするものを吟味して今選んで植樹させて移植させていただいているという状況です。これは今日ですね松田さんといううるま市でコーヒーを育ててらっしゃる方がいらっしゃって、はい、僕らのこの活動にすごく共感してくださって今日アイスコーヒーをね振る舞いに振る舞いコーヒー、ええ、美味しかったよ。来てくれた、行きたかったですね。私も最高に美味しかったね、美味しい話でもとてもあの草刈りして、はい、いい汗かいてコーヒーを飲みながらちょっと結構素敵な時間というか、そうですね、そうそうそう、いい時間でしたよ。コーヒーこの方ですね。コーヒーブレイクちょっと怪しい、ね、俺がなんか苦い顔してねこれミルクがないからですか。コーヒー苦いのよ、はい、コーヒーね、うん、はい、ということです、はい、はい、ありがとうございました、はい、もう今ね、今日の様子をね写真で宮沢さんに紹介していただきながら、皆様にも見ていただきました、それではまたこの黒キノコの木について琉球大学農学部の、ね、谷口教授にもちょっと紹介してもらえたらなと思いますけど、黒キノコのそのままのこの実とかいろいろそのものについて教えていただければと思います。琉球黒炭ですね、もうこれは日本の和名で琉球黒炭ですが、材になりますと材の流通の中で八重山黒炭という表現を、ね、する場合がありますけども同じものです。で琉球黒炭というのは、柿の木族の木 で学名ということでギリシャ語で世界の共通の名前がありまして、それがディオスフィリオスフィリアということで、ディオス神ですね、神のフィリオス、果実とか食べ物という意味 でフィリアっていうのは鉄のという硬いという意味ですね。先ほどの宮田さんから三線がその、まあ、沖縄の魂だと、沢の部分が魂だということで、中峰さんからその三線が、まあ、ある意味拝みの対象だったりその邪気を払うっていうのはこれ全然でたらめな話じゃなくて私はそうだと思ってます。学名を見ますと神のっていうところから始めてやはりその硬い木であって、で
果実もなりますよということでね、すごくあの有益な木だということですね。でただこの木は、残念ながらというわけではないですけども、特徴として、こういうものですね。先ほどあの普天間高校のっていうのがありましたが、ちょうど今から40年から50年の間に、50年前ですね、沖縄ではクルチを植えることって結構流行りました。で、まあ沖縄戦で亡くなったクルチをということと、材の硬い木を作って邪気を払う、家の周りに庭園樹として植えて邪気を払うという意味でやったんですが、このように50年生で、まあ、よく太って、まあ、20センチですね、この20センチとか20センチちょっと超えるぐらいっていう形 で50年経ってこの黒い部分ですね、黒い部分が、まあ、黒檀の琉球三芯のですね、沢の部分として使えるわけですが、1年間の成長がだいたい2ミリですね、この中心から2ミリですね、直径太さとしては4ミリぐらいしか成長しません。でこの黒い部分も、私が調べている範囲では30年ではできないんですが、30年以降にですね、1年間に1ミリずつできていくっていうような、そういう性質をどう持っているようです。でそういう性質があって、でなぜ黒くなるかっていうのはまだ分かってませんが、多分ですけども、土壌中とか岩とかそういうところの鉄ですね、鉄を、体が吸い上げて、そこでその沈着させて硬くなる。だから学名のようにフイリア、鉄のというそのギリシャ語とその意味が合うんですね。で大変成長は遅いんですが、価値のあるものです。で50年でこの程度、これでは三芯まだ一丁取れませんよね。厳しいですね。だから、例えば1年間に1ミリということでしたら、例えば150年経って15センチ1丁2丁ですか、ですかね。200年で、まあ、20センチ黒い部分があるということですね。その時は先ほど宮田さんお話がありましたように、最大樹高が沖縄では琉球黒檀は8メーターしかなりません。で一番の太さが50センチしかならないので、50センチになって8メーターになった瞬間に、1年間に1ミリずつこの黒い部分が増えていくということですね。そういう性質のものです。で、まあ、私も黒檀にこちらに来まして、黒檀にすごく関心持ちまして、その実のこととか、あとで種まきの話をしますが、実のことなんかもちょっと勉強させてもらって、で、その、まあ、琉球文化ですね、三線文化の継承の中で、まあ、重要な、楽器であるのと、からやっぱり三線というのはもう宮田さんの言葉はその通りで、沖縄の魂であるし、私は沖縄のアイデンティティだと思っています。アイデンティティだったりからその、自分らの沖縄県民にとってはその自分らの存在の象徴ですね、そういうもんじゃないかなという気がしてまして、まあ、心の拠り所だったりとか、いろんなドラマとか物語がありますよね、三線にまつわる。そういう話を聞けば聞くほど、三線の、ね、大事さというのか、今事務長中宮さん言われましたように、その三線を増やさないと、その伝統的なその楽器を作るその技術が廃れてしまうということと、海外の国単に依存することがいいのかということですね。そういうものを大変強く感じて、お二人の話聞きながら、さらに自分がやるべきことをきちっとやっていかないといけないなということを感じました。ありがとうございます。もうせっかく本当に、まあ、木の専門家で、そして三線を作る職人、それをまた、使って演奏する、まあ、宮沢さんもいらっしゃるので、3人でまたそういういろんなお話を、ね、できればなと思うんですけれども、ちょっと谷口先生にも、うん、お願いします。はい、この比較的黒檀は、なんて言うんでしょう、育成は樹木の中ではしやすいとか難しいとか、はい、育てるのに関してはどういうなんか、はい、実は黒檀を育てるのは簡単です。めちゃくちゃ簡単です。今我々の日本では林野庁ですね、林野庁が、奨励する、植栽樹種っていうのは杉ヒノキとかありまして、沖縄では伊樹とか石の木とかあるんですが、その木よりも簡単です。ただし時間がかかりすぎるんですね。石の木植えれば80年で収穫するという約束があるから
その植えていいよということで一部公的資金を使うことになるんですが、国産の場合は150年経っても、宮田さんは今100年やっておられますが、150年経っても場合によっては200年経っても収穫できるかどうかは分からないという、誰もが経験してないから、育てやすいんですけど経験してないから、その林野庁が植栽実として植えていいよとは言わないんですよ。ここが大変難しいところです。だから長いこと生きる人はぜひ200円先見ていただいて、どうなったか教えてもらいたいなというのをそれを感じます。本当に、まあ、組合としましてもいろいろこう伝統工芸品に指定されたときに、はいはい、こう県の方にもどうにか植えていただけませんかってお願いしに行ったりするんですけど、なかなかそのやっぱし、100年とか150年という期間を保証できないという話がよく出まして、はい、なかなかこうできない、でそういう中でやっぱし宮沢さんがこういうふうにクルチの森を立ち上げたりとかですね、また結構それ以外でも、あの、まあ、読谷村以外でも宮沢さんがこの、どこでしたっけ、あの与論とか、どこでしたっけ、宮古島も始めましたね、宮古、これはあの私有地なんですけど、あと南大東島、南大東、これ役場のお庭をお借りして、50本ぐらいありましたかね、あと近いところでは、久米島、久米島百数十本、でちょっとこれトライアルで、あの北限が確か先生の話とうるま市ぐらい聞いたんですけど、ちょっとトライしてみようということで、鹿児島の徳之島のホテルに、まあ、十数本なんですけど、ちょっと植えて様子を見ているところですね。先生、この北限はうるま市とはなってるけど、鹿児島にも生えてはいるんですか。鹿児島市内の駅前のところにも街路樹があったりするんですが、国産がね、国産の街路樹あります、で、きちっと育ってるんですね、育ってはいるんですが、やはりある高さから多分伸びないと思います、太らないと思います、で、あとはその高さに達すればだんだんと枯れていくっていうのが、こういう性質だから、北限っていうのはあくまでも、まあ、私がちょっとここだなと思って線引いたところは、例えばうるま市はちゃんと育つけど、その名護市のあたりではもう高さが伸びていかなくて、すっと止まってしまうとかね、そういう現象を見ての北限なので、何か学術的にもうちょっときちっとしないといけないんですが、多分徳之島はチャレンジングなことなんで、すごい楽しみですね。そこにもしちゃんと育てれば、それもしかしたら伸びる可能性があって、いや、この、まあ、この話もちょっと、あの実はあのめぐみさんのラジオのリスナーさんから、あのまあ、自分も月に1回出させてもらってる中で、クルチの話をしてたら、20年前に琉球国産の種を愛知県の方が18年前に庭でこう鉢で巻いて、っていうのを、18年後どうなったかっていうのを実はラジオの方に、投稿してきて、でこれがね、あの映るかな、これが18年前の発芽したところで、でちょっとごめんなさい、こう育って映ってるかな、で最終的にちょっと待ってよ、これぐらい、これぐらい、そう、これ18年、今現在って50センチ、そう、50センチ、うん、さっき宮沢さんが引き継いで約10年ぐらいクルチの森でやったのは、標高がもう4メーター50とか5メーター近くすでにもうあって、で木の周りももうだいたい太いところで、太ももまではいかないけど、すねぐらいの太さはあるんですよ、幹周りも。でもこの愛知県では多分こう親指ぐらいかな、太さ、太さ親指ぐらいで60センチしか育たないっていう、ただ愛知県で18年は生きてるっていう一つの事例として、今からって感じですね、これ、ね、そうそう、ちなみにこういうのって、さすがに先生でもこういう実験はまだ、もちろん珍しい、ね、あの荒木さんからこれメールもらった時、1時間ぐらいこの写真じっと見てて、他にやることがちょっとあったんですけど、すごく、でちょっとその後電話して、これどういうことですかみたいな話でね始まったんですが、
すごく貴重な事例ですね。で愛知県豊田市なんで、はい、割と暖かいところではあるんです。黒潮がこう通っているので暖かいところでなるほどっていう気がしますが、例えばこの3枚目の写真でしたら、これ炭疽病と言いましてね、気が弱る一つ の、 兆候なんですよ。黒炭も沖縄の黒炭もこの炭疽病が出てくると、それちょっとこう危なくなる、気が元気ではないので、宮沢さんこれされたように窒素肥料を与えるっていうようなことをね、していかないといけないんですが、で、最後、18年生で50センチになってますけども、やっぱりこうだんだんと時効は低くなっていくと思います。でこの太さも、この方の写真の中で、2センチぐらいでしたかになってますけども、これが限界だなという気がしまして、ただこの太さで18年間育ったことに対してはすごいなと思いました。そうですね。ただもうこれ以上は大きくならなくて、だんだんこう枯れ下がるということで、英語ではダイバックと言いますが、だんだんこの葉の量が落ちていって、小さくなっていくだろうなというところで、でもこういうことしてくれる人いるんですよ。いやこれすごいいいデータですよ。とってもいつもラジオでも、いろんな質問されて、くださる方で、こういうふうに なんて言うんでしょうね、材を育てるっていう意味じゃなくても、三線文化の楽しみ方とか、そういうつながり方とかっていう意味で、そういう県外でも、こういうふうに黒木を、めでるというか、ああいうのがあっても面白いなと思って、とっても、だから宮沢さんもこうチャレンジングなことであちこちとかっていうのも、でこれも実は三線組合としましても、個人自分ら一小さな三線組合の取り組みとか、宮沢さんの地道なこう取り組みとかっていうのもしつつですね、やっぱし、企業様の力借りてより多くの人に知ってもらったり一緒に取り組んだり、でまた木を植えるっていうことにプラス三線の歴史だったり楽しみ方だったりっていうのも同時にこう子どもたちとか、大人の方々にも知ってもらいながら、こう企業の皆様とかと一緒にこう広げていききれたらなと。やっぱしゆくゆくはやはりさっき先生もおっしゃったように、国とか県とか、やっぱそういった本当に長い目で財を育てるためには動いていただかないと、なかなかこう150年とかっていうのは難しいのかなと思うところで、先生この辺はなんかどういうなんかアイディアとかは分かんないですけど、たくさんあります、たくさんありますが、本当にその通りで、今中宮さんのおっしゃった通り、その伝統工芸品をね指定された、あるいは県内の沖縄県内の伝統工芸品ですね、有名なところでは離島の上布ですね、八重山上布とか宮古上布とか、からあと芭蕉布などの原料も全くなくなってるんですね。それで個人の方が個人のつてで作ってるっていうのを、この現状おかしくないかということは常に機会があれば県とか国に申し出てます。それでそれと同時に三線も同じですよと、いつまで海外の材料を使うんですか、そのフィリピンの原産地主産地がもう、伐採して日本には出さないって言ったんだからダメだと。で今の宮田さんのお話のようにニシキヘビですねの川の話も含めまして、そろそろきちっと考えてもらわないともう遅いですという話を、機会があるたびに、言ってます。ちょっとあまり言うといけないんでしょうけども、時期の沖縄振興策の中にも、ぜひ入れてくださいという話を、機会があるたびに言ってて、それのねまず最初で三線組合が民間企業とかを伝って一緒にこう食事をしていく、で宮田さんのこの100年の森含めまして、その行政側がですね、そういう責任がある行政側の人が見て、あこれやらないといけないねと思ってもらうための活動を我々がいかに地道にできるかっていうのが、これからもうとにかく根比べです。とにかくやっていく、しかないので、その努力をしていきたいなというところですね。ありがとうございます。もっともっと話はね伺いたいところなんですけど、今日ですね、後半また演奏をされる、方々からもちょっとお話とかもね、伺えれたらなと思うんですが、島袋奈美さんと和樹さんいらっしゃる。はい、どうぞ。はい、どうぞお座りになって。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい。なんかいろいろ勉強会も参加されてたと思うんですけれども、はい、どうですか、こう三線に三線
自体についてってあんまり考えたこととかないんじゃない？そうですね、なんか演奏とかってやっぱそこら辺が中心になっちゃって、なかなか三線の材料、これがどういう材料から出来上がってて、この木がどれぐらいの過程で出来上がっていくのかっていうのはやっぱり今回あの勉強会参加して初めて分かったので、ものすごく勉強になりました。はい。なんか聞いてみたいこととかあります？そう、あのこの勉強会の時に名護の、 あの塚山酒造さんの、はい、あのところまであの種取りに伺ったんですけれども、ものすごい大木があって、もうああいうのなかなか那覇にもないし、まあ、初めて見たんですけれども、あれぐらい大きくするための条件とかってやっぱなんか揃ってないとできないもんなんですかね。いや、あれは私も初めて見ました。谷口教授もってこと。私も初めて見まして、多分ですけども200年超えですね。明らかに200年超えです。これはもう宮田さんがいつも言われているように、戦争の戦災を避けたことによって生まれ残った、生き残った木なのでね、あそこまでなれば、だからね、ちょっと見てみたいなと、どんな色してるんだろうとすごく思ったんですけど、あそこでノコで切り寄ったらね、ここらへんまでもうそこは本当に我慢しましたけども、研究者として、ね、どうしても見たかったですけど、自分もちょっと確認はしたいと思います。ダメだ、ダメだ、ダメだよね、ダメだけど。まあ、じゃあ、もうどんどん行きますね。すいません、和樹さん。はい、ね、あの和樹さんもいろいろ参加されてますね。そうですね、私も参加させていただいて、うん、はい、皆さんはクルチの森で草刈りを作業したりとか、あ、大変な思いをされている中、僕が木の実を取りに行ってですね、種を取って、そして今クルチの森がどういう状況なのかというのも、そこで実を取るだけというの美味しいところだけ取りを、させてもらったんですけど、まさか初めて知ったのはクルチの実、実が食べれるって知らなくてですね、谷口先生がこれ食べられますよっていう、どうですか食べてみてください、食べて、ちょっと渋いんですけどやっぱほんのり甘みがあって、おおと思って初めて食べれたっていう経験と、で先ほどからクルチが枯渇しているという、枯渇するんじゃないかという話を後ろで聞かせてもらったんですけど、今現状どれぐらい枯渇しているのかっていうか、もう大変な現状なのかっていうのをなんか具体的に、知れたらなとかって思っていてですね。まず学術的には琉球黒炭、いわゆる八重山黒炭の流通はゼロです。で、もう一切流通はしてなくて、今フィリピン原産のものとかからあと、アフリカ原産のものが大阪を通じて入ってきてっていう、そういうレベルですね。そうですね。はい。それでも正直言いまして、このギターメーカーですら黒炭の材の仕入れっていうのはもう難しくなってると、で向こう10年ぐらい の, ギリギリ販売用としてストックあるけど、それ以上はないってギターメーカーさんもおっしゃってるので、もちろんこの小さな島国の三線っていうジャンルでも本当に10年先まで売るほどあるかって言ったら、正直言いましてだんだん厳しくなっていくのがもう見えてるので、こういった取り組みをもう組合としても力を入れていこうっていう風な流れになって、正直言ってもうなくなるっていう言いますか、もう今のように当たり前のように販売は難しくなっていく現実がすぐそこにやってきてるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ギターの場合は弦をこれでいう馬の部分ですね、そこの部分に馬の部分、正確にはちょっと違うんですけど、に使うんですね。一番硬いので弦が一番ぶつかるところで、とどめておくところ、弦をそこに使うんですけども、アメリカで作るギターメーカーが多いので、アメリカの企業大きいんですけど、アメリカではアフリカ系 の, 黒炭を、エボニーを使うんですよね。でもそれもかなりそのメーカーによって、ちょっとこう よろしくない輸入の仕方とかが問題になっていたり、メーカーによってはそこをきちんとして、ちゃんとやってるところもあったりして、今まさに三線だけではなく世界中で黒炭というものをどう向き合っていくのかっていうのが今テーマになっていますよね。確かギターメーカーさんでアフリカの森に一本一本苗木植える、うん、っていう会社も取り組みとかもやってるギターメーカーさんもあったりするんですよね、はいはい、うん、地道にというほど先ほど、ね、おっしゃっていたので、はい、僕たちもです、ね、少なからず三振に携わる者として、後ろからです、ね、バックアップできたらというか、一緒にです、ね、また取り組みに参加させていただけたらなと、思った次第でございます。ありがとうございました。はい、
もうぜひもう今日参加の方々にまた、いろいろお話も伺いたいんですけど、じゃあちょっとメンバーチェンジしても大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあ島袋達也さんと、次は伊藤浩太さん、あ、ご準備していただきありがとうございます。はい、ではお二方どちらから取ってからでいいですね。はい、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 達也さん、はい、まだそういったあの大きなお手伝いはまだしてないんですね、ごめんなさい本当に。でもあすごいやっぱり自分たちもまだあの歌い手で歌うことだけまあ考えてたんですけども、やっぱりお話を聞くと、あそうだなと、やっぱり育てていくこともしないと自分たちが伝えたいものも いつかできなくなる時が来るんじゃないかなっていう、ですからもっとこう自分たちでこう手伝えることっていうんですかね、何か逆にどういうことをしたらいいのかな、こう三線のですね業界の人たちにもっとこういうふうにやってほしいっていう何かあのアイデアっていうか、なんかそういうのがあれば、なんかミキさんあったりします、アーティストに、まあ、アーティストに求めるもの、アイデアといいますか、はい、やっぱしこう例えばですけど宮沢さんと提案させていただいたこの宮沢モデルっていう、今まで三線って黒単だから良くなるとか、高いから上等とか、っていう見方でほとんどやられてたんだけど、まあこれ宮沢さんモデルで、竿材は草子樹っていう北部の方で取れる材で、これはもともとは在来ではないんですよね、確か。あ、草子樹は外来です。外来、外来なんだけど定着して、材として使われたり。多分ですね、瓶型見ると草子樹のモデルもモデルっていうかなんか衣装もありますので、うん、その頃から王朝の時代から来たんだろうなと思います。来たです、結構だから定着しては長い。長いです。福井と同じ扱いかなと思います。はい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 。でこの宮沢さんモデルは胴巻きも含めて作ったんですけど、このまあやっぱし音色の良し悪しとかっていうのとか、材料の良い材料とか、自分はやっぱしミュージシャンはね、やっぱ上手に歌ってくれるし、うまく弾いてくれる、この三線を。本当に黒檀はスーパーパワーを持ったいい木ではあるんですけど、こういった枯渇していくときにどういうふうにこう違う材でもいい音するんだよっていう、いい歌歌えるよっていう部分とか、一緒にそれを開発していこうとかっていう部分で、自分たちも作るのはまあどうにか人よりできるとしても、それを使って人に歌を聴かせるっていう部分はやっぱし皆様方の方が人を感動させる力も持ってるので、そういう代替になる材とかも含めて一緒にこうこれを押していこうとか、これを積極的に使って広げていこうとかっていうのを一緒にできれば一番いいんじゃないかなっていうふうに思うところですね、はい、僕はね民謡のファンなので、50年後100年後150年後も民謡が生き生きとしていてほしいんです、うん、まあ古典音楽もそうですけど、うん、そういった時にさっき達也君も言ったけど、やっぱり人間って自分の一生で物事を測りたがるから100年は想像ができないわけですよね。でも僕らこの100年150年かかるっていうことにそんなかかるかって最初思ったけど、これ意外と神様が与えてくれた時間じゃないかな、うん、お前ら80年で死ぬけどもうちょっと先まで考え、あと20年先も考えてみろよって言われているような気がしてるんですよ。だから歌者はもう自分の腕をとにかく磨いて自分の歌に惚れ惚れしてくれるファンを増やす。で僕らはもう僕も音楽家だけど、まあ、年齢的にもキャリア的にもそうじゃなくて、皆さんみたいな人たちが生き生き歌ってくれる場を作りたいなって思いがあるからそれをする。でお客さんたちには民謡そして古典音楽の良さをどうしたら伝えられるのか、ただ歌うだけでもいいけど、でもこの歌はそうじゃないですよ、ミーグシクっていうところでの別れの歌ですよみたいな説明をするだけでぐわっと世界が気候も広がるし、みんながちょっとずつ今まで思ってないことを工夫するとこの100年の車輪がギコギコ回る気がするんですよね。だから僕もそうだけど、ミキさんもそうだけど、与えられたなんかこう、まあ、使命っていうか役割を今まで以上にちょっと
磨いてみたり違う発想でお客さんに伝えてみたりするっていうその目先のことで十分じゃないかなっていう気がするんですよ、ね、いかがですかね。はい、もうあれですね、うん、まさにこの状況というか今、まあね、専門家の方アーティストさんといらっしゃいますけどオンライン配信も見てるこのやっぱ聞き手も大事ってことですもんね。いや一緒です、うんね、本当に全く同じ立場だと思う。全くね本当にこの状況かなっていう感じがありますね、うん、ありがとうございます。じゃあ幸田さん。はい、はい、私も塚山酒造さんの方にも行かさせていただきましたし草刈りの方も参加させていただきながら少しだけですけれどもこの黒地の森に関しても関わらせていただいているんですけれども、県内、まあ、車で走らせたり歩いたりしていると結構あの黒地を植えられているお家だったり、はい、もう街路樹もそうですけれども企業さんでやはり記念にという方もたくさんあってですねやっぱり見てるとすごく大きなあのクルチって結構あると思うんですよね、まあ、そのクルチをですねぜひ、まあ、もしあの、ね、切ることになってしまった時にやはり三振にだったり、うん、っていうのに活用できた方がいいんじゃないかなと私はちょっと思っていてですねぜひあのそういった企業さんに対してですね、まあ、クルチの森に登録制度みたいなのを作ったら、うん、私いいんじゃないかなととても思っていまして、うん、そういうのには、まあ、私たちだけではやっぱりあの微力なのでぜひ宮田さんなんかからあの県内の企業さんに呼びかけていただいて皆さんの企業のクルチをぜひあのクルチの森の一本に登録してほしいというような呼びかけがあるとやっぱり県内全体の企業がそういったあのものに動き出すんじゃないかなとちょっと思うんですけれども、うん、どうですかね採用どうですかね。面白いですね、うん、あの登録制度ですね。そうそう、うん、読谷の黒地の森って僕は結構シンボルだと思ってるんですね、うん、あそこからどれだけ三振ができるかって僕らも全く分からないしああやってこういい子いい子と育てることが果たしていいことなのかまだ分からない状況で、うん、これから課題いっぱい出てくると思うんですけどでも読谷が常になんかみんな臭かったりしてやってるよっていうのがこう噂になって広がっていく、まあ、中心のところなのであそこはもう今まで通りにやっていくんですけどでも今、幸田さんがおっしゃったみたいに連動していくで実はこの企業さんの庭に植わってるのは、読谷のあそこと連動してるんですよみたいなことができれば我々が思ってる以上のこうエネルギーが力が湧くよなって今聞きながら思ったんですけど、本当ですね、そうです ね、あでもただ谷口教授この確か街路樹とか、その道路沿いに植えられてる、はい、例えば宜野湾のコンベンションセンターのストリートとか、あれ全部ね両サイド黒炭が実は植えられる、何本も多いですよね、もう相当数植えられてるんですけど、あれはちょっとまた特徴があるんですよね、この二酸化炭素を多く吸うとどうなるとかっていうお話、そうですね、うん、ストレスがかかってるので大変いい木なんですよね。三振の差を作るにはすごくいいと思って黒くなる量が多くなる可能性があって、これは多分1年間1ミリ言いましたがストレスのかかり方が結構あるので、割と細い木でもねこういうのは50年以上経つと結構こう揺れることによって黒くなったりするので、街路樹の場合は二酸化炭素をあるいは排気ガス地球温暖化の効果ガスなんかを吸っているので結構有毒なものを吸っているので、だからそういう意味では材としてはストレスかかっているので、ね、それはいいと思うんですが、ただその、管理が国県なのでなかなか何年か経つと入れ替えないといけないというのがありまして、で今の三振の量が県内どれぐらいあるかというのは今お話聞いてまさにその通りで、実は三線が伝統工芸品に指定される時の委員会がありまして、そこでその主張を何度かしたんですね。国産の県内の保存調査をしてどれだけ原材料があるかっていうのを調べてからじゃないとその、国産で作れないという話があったので、そのことに対してそれをやるべきだと、個人の庭でも結構ある、会社にも結構あるっていうのをやったんですけども、なかなか県国動いてくれなかったんですけども、今今度企業なんかとのその連携が模索されるんだったら、そういう道はまだ捨てられてないと思いまして、うんうん、GPS を抑えればそれで済むことなので、それはぜひやっていきたいと思います。じゃないと、まあ、沖縄県内どれだけ財があるかっていうのを分かってないとね、やっぱり将来見通しができないというのもありますので、作るということでね、育てるということでこれから意味があることで、大変貴重な意見だと思っています。あの
企業は企業でやっぱり永年に反映するようにっていうふうに努力されてると思うので、やっぱりその木も長くにあたって管理されていくでしょうし、もしね切ることになって三振に生まれ変わったら一兆はその会社のね記念の一兆にするとかするとすごくなんかいいんじゃないかなと私は浅はかな考えで、いや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 、すごく面白かったですね。組合にもやっぱ問い合わせがあるのはやっぱり家にあるとか前からあるけどやっぱもったいない、どうしても三振にしたいんだけどっていうやっぱり相談とかもあったりしますので、あるある、はい、ただやっぱしほとんどがやっぱ樹齢がちょっと、50年とか、でもうギリギリ作れなくもないけどちょっと変形が多く出そうだとかっていうのは50年ぐらいだと、だいたい70年とかちょっと超えていくとまあまあ形に、しやすいかなっていうのはあるんですけど、でまたじゃあ生かそうと思ってもさっき話したみたいに16万とか15万とか移植にかかっちゃうっていう、なかなかこうこの辺が難しいところですね。課題が本当にたくさんあるという感じですね、うんうん、はい、でもとってもいいアイデアで、ありがとうございます、うん、はい、お二人ありがとうございます。ですね、あとお二方まで、沢井さん、はい、あ、いらっしゃいます、はい、あ、じゃあチェンジでよろしくお願いします。沢井さんとあと職人、あ、岸本さんいますか。あ、はい、お願いします。どうぞどうぞ、はい、はい、では沢井さんからちょっとまたお話も伺いたいと思いますけれども、はい、どうでしょうか。はい、はい、私も種取りから参加させていただいたんですけれども、あの時にオスとメスが黒木にはあるよっていうのを教えていただいてから、こう街路樹なんか見て、あれメス、あこれオス、あこれメスっていうふうにこうよく見るようになったんですね。で特に新都心公園ですね、一本すごい豊作の木がありまして、これもしかして公の場で言うと もしかしたらなんか窃盗になっちゃうのかもしれないんですけど、落ちたやつを拾ってきたんですよ、うん、本当に下にバーっていっぱいこの落ちてる実があったので、車の中からビニール袋を持ってきてですね、ここで拾って、でこんな袋になって、でそれを持ってきて、でまだ種を剥いて一個一個にしてないんですけど、でそれをまたこの来年以降にもうちょっと植えて、でそれを私実家が東京なんですけど、東京でも北限実験っていうのをちょっとしてみようかなと今お話聞きながら思いました。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ岸本さん、なんかいっぱい聞きたいことありそうですけど短めにお願いします。はい、何でもいいさ、何でもいいです。でも職人としてでも、はい、コロナの中ではやっぱり逆にとっても太ったもんでこれを痩せるために4月から畑をしながら、自分でもですね、クルチを植えてみようと思って、以上今畑にですね何本か以上クルチの種をばらまいて以上いるんですよ。でその中でやっぱり生えるところ生えるクルチもあるし、全然生えないクルチもあるということで、まあ谷口先生から一応アドバイスを聞きながら、やっぱクルチも栄養を上げるとかえって生えないっていうのもあるし、逆にクルチをいじめればいじめるほど逆にまた生えなかったっていうのもあるから、微妙なあれがちょっとわからなくてやっぱり生えなかったっうそうですね。あとクルチに関してやっぱ生えてから200年300年って言われたらもう途方に暮れるんですよ。でうちだからしたらもう、まあ、クルチなんですが白い方、やっぱり枝とか多分切ったりするもんで、それを活用できたらとっても、まあ、大義になりながら、やっぱりクルチはクルチの木ですよね。でこのやっぱ保管方法とかも今から研究してもらったらとっても助かりますね、うん、まあ、だいたいこれ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今日は、もう今お三方と、クロストークと、そして、演奏家の方々のご意見も伺いながらという感じで、進めてまいりましたけども、結構ね時間が押してまして、分かりました、はい、ちょっと次に行きたいと思いますが、ありがとう、お二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、谷口教授とかに
がいいかなと思うんですけど、事前にちょっとメールとかでですね、ご質問とかもちょっといただいておりましたが、転換の時にちょっとそれはやりましょうかね。早速なんですけど、クルチの種まきワークショップの方に移ってまいりたいと思いますけれども、はい、ここでちょっと準備をねさせていただきたいと思いますので、はい、谷口教授と一応宮沢さんはもうそのままで、はい、ミキさんと、はい、岸本さんがチェンジしますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大丈夫ですか。はい、ご準備お願いします。はい、皆さん、クルチのこの今回、ワークショップ、まあ、クロストークワークショップを行うということで、はい、事前にですねちょっと数量限定になってしまってたんですけれども、クルチの種まきキットというのをですね、販売というかね、こう皆さんお手元にある方もいらっしゃると思いますので、ぜひ今準備していただいて、今こちらも準備してますので準備していただいて、谷口教授がちょっとレクチャーというか、こう一個一個説明してくださると思いますので、この動画を見ながら一緒に種植えてみていただければなと思います。そしてもし沖縄在住の方でしたら、多分庭にまだ実があるのもどんなですか、ありますかね。まだね、ある方ももしかしたらこのお家の庭にあるお家もたくさんあると思いますので、なかったらちょっと撮ってみてください。ではこちらですね、まあ、参考にという感じでやっていきたいと思いますが、もうご準備は大丈夫でしょうか。はい、あ、ではでは早速じゃあクルチの種まきワークショップを始めたいと思います。はいはい、じゃあ谷口教授、はい、まずは、はい、まずこれ今紐で結ばれてるんですけれども、はい、外していただいて、で岸本さん、そして宮沢さんもご準備で、谷口教授が一個一個説明してくださると思いますので、それに合わせて一緒にやっていただければと思います。ではまず蓋を、はい、じゃあはい、お願いします。内容物は、はい、受け皿とから鉢、ポットの鉢ですね。で、中に、培養土、赤玉という、国内では、日本の中では多分一番保水性、透水性のいい木だと、あ、いい、あの土だと思ってます。で、そこに、保水ビーズが入ってる種、琉球黒炭の種5つですね、ありまして、先ほどちょっと質問ありましたが、今年は、私が調べた中で12年間黒炭の実の成長というか生産を調べてますけども、12年の中で一番多く実がなった年なので、採取されたものはすぐに果肉ですね、表面の赤いところを取るともう発芽しますので、それをね巻いてもらうことになります。まず最初にこの保水ビーズが入ってます、このジップロックですね、これをお皿の中にこう全部出してください。はい、出していただいて、で、まあ、種がちどうしても残りますので、はい、カメラさん映ってます、大丈夫です。すいません、はい、ありがとうございます。で次に、赤玉ですね、うん、赤玉が入ってる、はい、袋を開けていただいて、はい、谷口教授ちょっと待ってくださいよ。岸本さん OK 大丈夫すいません宮沢さんもう出しましたね。で、はい、ポットの受け皿ですね、受け皿に上にこう置いていただいて、でそれでこの赤玉土を全部全量ですね、ここにこぼさないように入れてください。ゆっくり入れてもらって、でこの粒がねすごく大事です。細かくなったものはもうあまりこう良くないんですね。本当は本当に工業的な生産する場合はこの細かい、その土くずは粉はもう全部除去して、なるほど、この丸の分だけを使うことになりますね。で、まあ、これをちょっと叩いて、今平たくしているんでしょうか。平たくしてもらって、平たくしてちょっと押さえてくださいね。はい、はい、でそれで、これで、まずもう巻きつけ床というのができました。で質問、巻きつけ床って言うんですね。巻きつけ床ですね、はい、まあ、これは我々の業界用語なんでしょうけど、巻きつけ床というのができました。で、
さっきちょっと質問がありましたが、黒炭の、種まきは土壌水分が、土壌水分じゃなくて土壌の養分がない方がいいんですね。赤玉養分はありませんので、で種を1個、取ってもらって、これをこの種の高さですね、だいたい3ミリぐらいありますが、3ミリ分ぐらい穴を開けてください。指先で穴を開けてもらって5つ、5箇所開けていただいて、そこに 横向きにですね、横向きにもう置いてもらうと、横向きに置いてもらいます。すべての種を横向きに置いてもらいます。立てないでくださいね、横向きに置いてもらって。なぜかというと、まあ、肺の部分から発芽するんですが、どちらが肺かは分からないので、我々プロが見ますと、とんがった方が肺なんですけども、まあ、そこは肺の部分と、そこから肺の部分から根が出て葉が出ますので、で5つ全部巻いていただけますか。見えます。前に寄せますか。倒しましょうか。大丈夫ですよ。ちょっと、はい、はい、これで、はい、こんな状態にちょっと 見せていただいて、こんな状態で、種が抜けてますね、はい、大丈夫ですね。でそれを、はい、その後周りの土をちょっとこう寄せてもらって埋めてください、はい、これはギュッて、それとも軽くかぶせるぐらいでよろしいですか。見え隠れするっていうのが教科書的には見え隠れするって程度なんですけど、まあ、水を与えますので、もう見えないようにしてもらってもいいと思います。見えないようにしてこう埋めてもらって、で、土を埋めてもらいます、はい、こんな状態ですね、何も見えなくなりました。はい、もうこれで完成です。で水をですね、壁の周りから順番に、壁この容器のところ、容器を冷やす意味で周りから順番に水やるのが、まあ、大事なことです。この世界ですね、水やり3年と言います。水を壁に沿わして、水やり3年と言わないと、3年かからないと、その職人になれないという実態がありまして、ほんで水をやりすぎてちょっと、でこういう状態で下から水が出るとこれでもう完璧です。でちょっと受け皿がありますが、で残りその受け皿にですね、残った水はそのまま置いてもらってもよろしいです。蒸発で、蒸発というか毛細管現象で上に上がっていきますので、ちょっと下に横にこぼしたのちょっとすいません、本当に申し訳なかった。じゃあゆっくり、じゃあまた、はい、お二方にも、はいはい、お水を、じゃああまりかけすぎない方がいい、かけすぎないようにということで、はい、谷口教授の水やり3年です。私まだ3年経ってないことです3年もやりましょうね、はい、それでこの保水ビーズは絶対巻かないようにしてくださいね。これを巻くと、はい、巻いた水を吸収しますので、じゃあ宮沢さんまで今巻いておりますね。下にちょっと出るぐらいですか。下に皿にちょっと出るぐらいですね。すごく宮沢さん上手ですね、やっぱり。ちょっと出ます、大丈夫そうですか。はい、じゃあ出来上がりました。はい、はい、これで出来上がりまして、はい、で約1週間後ぐらいに芽が出始めますので、うん、早いものは。これは水は毎朝です。朝がいいですね。朝がいいです。で、この赤玉土が、常に湿っている状態で水をやっていただくことですね。はい、であと、こう事前にいただいたご質問もちょっと一つあるんですけど、はい、この、植えたらどこに置いた方がいいのかみたいな感じなのもあったんですけど、うん、はい、お外がいいですか？できたらもうお家の中の部屋の中の、西日が当たらない窓際ですね、あまり乾燥しない場所がいいと思ってます。これは沖縄でも本土でも同じですね。同じ、はい、直射日光が当たると日光の中に紫外線があるんですが、紫外線は発芽を抑制しますし、から遠赤外線という赤の長い波長のやつも発芽を抑制しますので、あまり直射日光が当たらないというのが原則ですね。はい、じゃあこれがまた芽が出てきて、はい、という感じですよね。そうですね、はい、だいたいどれぐらいで芽が出ますか？だいたい1週間以内ぐらいに芽が出始めますので、で、出たものを、この状態で、1年間
育ててもらって、はい、あと大きなポットに移動してもらうということですね。なるほどですね。はい、ありがとうございました。オンライン配信を見ていて、この一緒にやっている方も今の参考にされてください。これでクルチの森、こっちの、植える、ね、ワークショップの方は終わります。ありがとうございました。はい、で、次がですね、もうあの2部の方になっていくんですけれども、今の、前半の一部の方で、谷口教授、そして岸本さんで宮沢さん、まあ、ありがとうございました。では、まあ、今ちょっとお片付けをちょっと手伝っていただいている間に、谷口教授ちょっと私とお話ししませんか、こちらで。ぜひあの、はい、お片付けは、はい、あの、はい、あのお任せしていただいて、はい、すいませんがこちらの方にお願いします。はい、あ、マイクがすいませんね、ちょっと下の方にありまして、でマイクあ大丈夫ですね、はい、せっかくなので、あの谷口教授、あの先ほどあのメールでいくつかこのご質問が来ているという話をしたんですが、その中で、まあ、お時間許す限りで、お答えいただければと思うんですけれども、まずあの気温なんですけど、あの、ね、この本土でクルチを育てたいのですが気温が心配 でこれはですね、育成には10度以下に下回らない方がいいのかっていう話なんですけど、温度と何度とかあるんですか。はい、あの沖縄でもそうなんですが、10度を下回るとあの寒さをクルチが感じますの であの成長が良くならないということですね。で寒さを感じますと植物は何をするかというと、歯で光合成で作った糖をひたすら体内に溜めるんですね。溜めてラジエーターのような役割をして水の動きを抑えようとするんですね。そのところで、気温が低くなると寒さを感じた時点で糖の濃度が高くなるっていうことは、はい、本来の成長に使う糖を、体内の、寒さに対する耐性を高めるために使うので、だから成長がしなくなってしまう。だから沖縄の場合ですね、10度を下回るとその影響が出てくるということなんですね。内地も同じで、例えば内地だったら内地は5度というんですが、5度下回るとというんですけども、でももう内地でもう5度になることが3ヶ月以上続くようなところではちょっと問題なので、できれば10度を維持する形、冬の間もストーブのある部屋で、暖房のある部屋で育ててもらったら10度下回りませんので、それは大丈夫かなという気がします。なるほど。はい。はい、そしてですね、まあ、日差しの件なんですけれども、まあ、このクルチは日差しをいっぱい浴びて育つイメージがありましてっていうあのメールなんですけれども、でも室内の場合は窓際ではなく一応日陰で育てるのはなぜか、先ほどね、あの先生も日陰がいいっておっしゃってたんですけど、日陰がいいっていうのもやっぱり理由があるってことですね。理由がありまして、はい、クルチ自体が、太陽光を上から降りてくる太陽光を 100% 好んだところでは生育できないです。で普通の樹木でしたら 30% カットした 70% のところで採用なんですけども、クルチは陰樹って言いまして、その太陽光を約 50-60% カットしたところじゃないと育たないんですね。だから先ほど撒いた種は最初窓際に置いてていいんですけども、ある程度発芽して大きくなると今度その暗いところでですね、ちょっと日当たりの直接当たらないところで、窓際ではないところで育てる必要があります。そういうことなんですね。なんか、うん、私もやっぱこの光を浴びてっていうイメージがあったんですけど、うん、あの極端に言ったらですよ、あの苔とかあんな感じですか。苔もほら日があるところじゃダメですよ。ダメですよね、うん、極端に言ったんですよ、苔なんかはもう太陽光の 90% ぐらいカットしたところじゃないと育たないんですが、この割合みたいなのは植物によって違うんですね、違うんですね。だから黒炭の場合は、40-50% ぐらいをカットした場所でということになります。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあもう一つぐらいいきましょうか。はい、あ、ちょっと待ってくださいね、ご準備はいい感じです。もう少しかかります。あ、大丈夫。はい、ではもう一つぐらい、一つ二つぐらいは質問お答えできますかね。土のこの植え替えなんですけれども、植え替えの時の土はこう
赤土じゃないとダメとか、この培養土がいいとか何かあります？培養土はね、養分を含んでますので、有機物を含む土はちょっと避けてほしいと思います。内地では、赤土の深度ですね、いわゆるマサ土って言われるものですね、マサ土、うん、マサ土とか砂土、砂ですね、そういうものが黒炭では採用だと思いますが、野菜の土とか、その培養土はちょっと養分を含みすぎているので、うん、根が腐っていくと思いますので、ちょっとそれはマサドというものがいいということですね。そうですね、マサド、マサ土ですね。でこの今の状態は1年ぐらいはこれでやってもらって、その次に植え替えるときに、ポットの植え替えのときに土を変えてもらうということですね、うん、大きい鉢、はい、ポットも大きな鉢にしてください、うん、ありがとうございます、はい、2部のちょっと準備ができたようなので、谷口教授、長々とありがとうございました。はい、で今日今ちょっとまたお答えできなかった部分もあるんですよ。メール結構来てまして、はいはい、それはまた三振組合のサイトの方でもまたご紹介、谷口教授がちゃんと聞いときますので、はい、それをまた発信させていただきます、はい、ちゃんと回答しますので、はい、お願いします。今日はありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。はい、では早速お楽しみの皆さん、2部の、はい、2部のコーナーライブですね、ミニライブが始まります。こちらですね、もうたっぷりも皆さん先ほどね質問もいろいろしていただいた演奏家の方々が出てきますよ。まずトップバッターは、はい、琉球古典音楽野村流保存会の芝袋奈美さんが来ていただきます。まずちょっとお座りはい、失礼します。はい、おはようございます。おはようございます。先ほどもちょっと、はい、声をかけましたけれども、はい、奈美さんに、トップバッターで歌っていただきます。今日はでもたっぷり、たっぷりの内容ですよ。もう歌を聴けるような内容になってますので、うん、はい、奈美さん、はい、1曲目、まあ、1人で歌うんですね。そうです、今ね、最初は読書ですね、はい、はい、何を歌いますか？はい、古典音楽の百名節という曲を歌わせていただきます、はい、歌詞が、はい、茶炭申しじゃにが宴うちじゃしば中びとぶといむゆるりちちゃさちちゅうさという歌詞ですけれども、はい、意味ですね。意味をちょっと紹介。意味はですね、はい、登場人物がいるんですけど、茶炭申しという女性の方がいまして、まあ、この方は沖縄で結構有名な実在する方で、うんななびよしやちるうで、この歌に出てくる茶炭申しというこの3人が沖縄の三大歌人と言われております。で今回この茶炭申しの、歌がとてもいい声で、空を飛ぶ鳥も立ち止まって聞き惚れているよっていう、結構女性の方が読書曲で歌うイメージがある曲ですね。はい、はい、もう奈美さんの歌声で楽しんで皆さんね、行っていただきたいと思います。じゃあ奈美さん、ちょっと準備をお願いします。はい、はい、最初はですね、百名節という曲からお届けしますけれども、ね、空を飛んでいる鳥もこの歌声に惚れて止まって聴いてしまうという、このライブもそういう内容になってます。もう皆さんたっぷり立ち止まって、たっぷり曲をね、楽しんでもらいたいと思います。いろいろ一人でも歌いますし、また後半コンビもあるかな、いろいろ想像しながら、お楽しみいただければと思います。準備ができましたらご紹介したいと思います。ではそれでは、皆さん楽しんで、たっぷり歌声をお聞きください。島袋奈美さんで百名節です。どうぞ。茶炭申しじゃに
歌っていただきました。タクナ節でした。それではそれではたっぷり歌も聴いていただくのがどんどん続いていきますよ。続いては玉城和樹さん、はい、琉球古典音楽アフソ流原生会の、演奏家でございますけれども、よろしくお願いします。和樹さん、はい、ね、いろいろ歌も楽しみながら弾いておりますけども、はい、ね、今日は何を歌ってくださいますか。今日はですね、元花風節を歌わさせていただきたいと思います。はい、いいですね。三ぐし国のぶて内間肉王子また三ぐりちて虫部グイン虫部グインですね。はい、はい、意味の方を意味まあ聞いてその通りなんですが、はい、まあ三ぐし国って言ったらね、昔から船を見送る継承地というか場所として知られていますが、この三ぐし国に登って扇をですね振って内招く王子またも巡り来て結ぶご縁ということで、無事にこう帰ってきてくださいねという思いが込められた歌ですね。これなんか琉球舞踊でも踊ったりしますよね。はい、琉球舞踊でムトヌチあムト花風ってあるんですが、まあ、花風というのもあるんですね。ありますね。はい、この花風というのが、まあ、象踊りになるんですが、まあ、明治以降ですか、比較的新しい時代に生まれた沖縄芝居のところで生まれて爆発的に、人気になったもんだから、これが花風になって、もともとあった花風がムト本物ということの意味を込めてムト花風と呼ばれるようになったというのがね、説がありますね。はい、じゃあたっぷり、はい和樹さんの歌声を楽しみたいと思います。ではご準備お願いします。はい、ありがとうございます。はい、玉城和樹さんには、今ご準備いただいておりますけれども、はい、この、先ほどね花風ムト花風と言っておりましたが、まあ、花風だったら三軒茶師宿営とかこの、2曲セットで歌ったりすることもありますけれども、今日はたっぷりムト花風節を、玉城和樹さんに歌っていただきたいと思います。いかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、ではお届けします。琉球古典音楽の中からムト花風節、玉城和樹さんです。どうぞ。Thank you.
ちもに古典音楽ムトゥハナフーブシ玉城和樹さんが演奏いただきました、いいですね、こうしっとりとこの古典音楽では、でも今日は本当にもうさまざまな楽曲が聴けると思います。早速ですけれども、はい、沖縄民謡の島袋達也さん、メソレメソレメソレはい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ、はい、もういろいろ古典音楽ってどうですか、あまり聞かないですか。そうですね、うん、あんまり専門的にやるあれではないんですけど、でも好きですよ。あ、もうなんて言うんでしょうね、ゆるってなってしまうというかね、ゆるってやっぱ世界観ありますよね、こうまたね、うんうんうん、また民謡は民謡のまたすごく、はい、世界観がありますので、うん、今日は、はい、達也さんは何を聞かせてくださいますか。そうですね、まあ、ナークニーというね、まあ、代表する歌があるんですけども、その中でもですね、まあ、特殊と言われた
那覇国にはそれぞれその名人の名前がつくというね、宮城甲虫さんであったら甲虫な昆虫な国とか言われたり、で今日歌うのは富原声優さんが歌った富原な国という歌ですね。なるほど。これはまあ今までにないこう柿びちというのがね多く使われて、で他とはもう全然違う演奏法が、はい、違うな国です。島袋な国もできる？いや頑張ります。頑張ろう聞きたい聞きたい。これ富原さんのじゃなくて島袋の部分あれ島袋な国みたいな、急に仲間これ同じ曲だったんじゃないみたいな感じで、はい、じゃあ、ぜひ、皆さんも楽しみにしている方もいらっしゃると思います、はい、じゃあご準備お願いします、はい、よろしくお願いします。もういいですねこの、あどうぞどうぞ前から、はい、この名人の名前が曲にねこう名前がついていくっていうのはもう三振もでもそうですよね、型とかまあ結局マカビ型とかユナー型とか、ありますけど、これもその作った、ね、型の名前っていうことも聞いてますので、こう名に残る三振、そしてこういう曲とかね、いいですね。なんかまた生まれてほしいですね、新しいものもね、はい、ご準備できましたか、はい、はい、では楽しんで聞いていただきたいと思います、島袋達也さんでトゥンバルナクニです、どうぞ。
った金城はあちゃやわためぬ朝銀かいなや国の窓や語れ足場やちょやみあの神さやか年を見ばすりじゅしちやなまさかん花のないちさちゅがいけけれがうとばちそみながかちかでおのやまひぐどやるめちゃくちゃかっこよかったですね。達也さんありがとうございます。なんかめっちゃ嬉しそうだけどありがとうございます。あーもうなんか三線一丁でこうねこう聞く本当に古典そしてこういうまあ早弾きというか装備地もう素敵じゃないですか。今日皆さんお得だと思いますよ本当に。はい、では、続いてはですねやいま歌たっぷり聞かせていただきたいと思いますけれども、伊藤こたさん。こんばんは。はい、こんばんは。なんかあれですね、ミュージックステーションみたいな。だからね、私、分からんわけよ、ミュージックステーションが。そう、いや、タモさんやってるんじゃないだからあの、言われたんですけど、なんかサングラスとかなんとかかんとかって言われたんだけど、あの、見たことがない。あ、そうですか。すいませんでした。はい。参考にしないといけないと思ったんですけどね。はい、もうよろしくお願いします。まあ、こうたさん、やいま歌、はい、いっぱい曲がね、うん、本当にあると思うんですけど、はい、全部弾けるんです。いや全部は弾けないと思いますよ。でもね、うん、まあ、それ弾けるようにね稽古途中ということですね。ね、うん、だってこの、まあ、節歌もそうですけど、うん、ユンタとかね、うん、ああいうのも含めたら本当にたくさんの、うん、いや、 やっぱりあの地域ごとにね、うん、ユンタ違うユンタがたくさんありますんで、まあ、それをね、まあ、たくさんたくさん歌えるように、していきたいなと思いますけどね。はい、まあ、今日は何を歌いますか。あの今日はあのヤグジャーマーというヤグジャーマー、はい、ヤグジャーマーって何です。あのカニの歌なんですよ。カニ、うん、ヤグジャーマーというカニの歌なんですけども、その、まあ、爪を振ってる様子がですね古典の竹天節、うん、を歌ってるように、見えるなというところで、まあ、その、ね、うん、その隣にいるシラカチャというね、塩招き、まあ、大きな、あのハサミを持ってますけど、それをまた振ってるところが三線を弾いてるみたいだなっていう歌なんですよ。だから三線が出てきてるのでぜひこの歌をと思ってますね。選曲したんですね。はい、まあ、ただあの八重山の、ね、この人頭税なんかで苦しんだところが歌われている、そういったカニなんかは私たちよりももっと強いガサミに生まれたらよかったなと思う。そしてまたガサミでもですね、あのウルズンに春になったらイザリの火を持って人間たちがそれを取りに来るのをとても怖がっているというような、ちょっとまあ、擬人化した皮肉を歌っている歌ですね。うん、もうなんかこの意味を聞くとまた深いなと思いますね。うん、そうですね。はい、うん、もうでも曲だけ聞くと本当に結構明るい歌だったりしても、うん、意味聞くとあ結構重たいとか、ね、歴史を感じるような、うん、そうですね、意味もねありますので、はい、じゃあたっぷり楽しませていただきたいというか、はい、私もちょっともう一曲、あ、そうそうさ、あのメグさんに、はい、あの、はい、手伝ってもらいたい曲がありまして、はい、山バレーユンタという山バレー、はい、山バレーヤンバルって漢字で書くんですけど、はい、山バレーっていうのがかあのカビラの方にですねあった村なんですけど、場所、うん、そこの二重無意さんというね、方の歌なんですけど、その中にですねこれまた三線つながりで、三線の竿はクバの骨で作ってっていう歌詞が出てきます。クバの国ってありますよね、うん、はいはい、で、その三線の弦チルは馬の尻尾で作って、そして馬は
この三線の弦を立てる馬は、はい、曲がった木で作ってっていう三線が、まあ、実際にそうやって作ったかどうかは分からないですけども、そういったの歌詞に残ってるというね、面白い歌がありますので、面白いですね、はい、林でめぐさん、はい、あとは皆さんにも手伝ってもらいたいなと思っています。じゃあ、準備の方お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、伊藤浩太さんにはこのヤグジャーマブシ、そして山バレーユンタを歌っていただきますけれども、この山バレーユンタね、まあ、ユンタですので皆さん画面の向こうで手拍子しながら、お囃子もね、あの皆さん一緒にね、真似ていただければいいかなと思いますので、ぜひご参加型で画面の向こうでも一緒に歌っていただければなと思っております。いかがでしょうか、ご準備は大丈夫です。じゃあ私もちょっと準備します。はい、それでは今、ヤグジャーマーカーですね。Ah.
三線でそうやってばるにば三線でしやんだよぬはいとややつるでしそんまのずばつるでしやんだよぬはいとやありがとうございました。コウタさん、いや今のね風が吹いてきたと思いますけれども、後半もたっぷりまだまだ歌は続きますのでお楽しみいただければと思いますが、今度はですね沢井さんね、あいらっしゃいますね。ぜひぜひどうぞどうぞ。メンソーレー、はーい、よろしくお願いします。はい、沢井さんね、先ほどちょっとね、はい、ご紹介では、はい、琉球古典音楽ということで、うん、ご紹介もさせていただいて、はい、シンガーソングライターということでもご紹介させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。もう曲も作ってらっしゃるということですね。そうなんです。今日はオリジナル曲を歌わせていただきたいと思います。はい、どんな曲になりますか。はい、首里城の近くに樹齢300年の大赤城というのが生えている場所がありまして、その赤城がもし人の言葉を話せたらということで歌詞を書いて曲をつけました。この木が、そう、何かを、うん、それは一応行ってみてそれを感じた、うん、なんかね、うん、夜中に突然歌詞が降りてきたんですよ、うん、なんか不思議なことを言いますが、はいはい、でも今日のこのクルチのねお話を聞いて、赤城じゃなくて今日からクルチの祈りに変えようかなとちょっと思ったりしていました。違うの作ったらそうね降りてくるはずよ。そうですね、じゃあクルチの歌を作りましょうね、うん、本当にもういろんな思いがそういう、うん、まあ、歌にしてという形でね、はい、活動もされているので、はい、そういう曲もどんどん作ってくださればなと思いますが、はい、じゃあご準備の方、はい、お願いします。はい、はい、この沢井さんの演奏には、まあ、ギターの、ギタリストのですね、島山さんが加わって、コラボでの演奏になっております。もう沢井さんもいろいろね三振もまあされますけども、笛もとてもね素敵な音色を奏でている方なので、それもね楽しんでいっていただければなと皆さん期待してるのではないでしょうか。はい、今日はですね、まあ一人ずつ歌うソロの演奏もありますけれども、コラボの、ね、演奏も後半は用意してますので、どんなのが出てくるかな、どんな曲を弾くのかな、どの組み合わせかなってちょっと想像も、していただきながら楽しんでいっていただければなと思います。ご準備いかがでしょうか。はい、大丈夫そうなので、ではでは、ご準備ができたということで、沢井真理子さんで赤城の祈りですね、お届けしたいと思います。どうぞ。散った命
宿る割れた幹伏しくれた枝絡まるツタも草も生きて生き抜いたその証勲章みたいなものさ嵐の夜ティダの真昼燃える炎鉄の雨も何も僕を傷つけない僕をありがとうございました。沢井真理子さんでした。赤城の祈り、こう皆さん大きな赤城の木を想像したのではないでしょうか。ね、ぜひ、まあ、ちょっと感染症も落ち着いてきて、ね、本当にそれがちょっと続けばね、いろんな沖縄にももっともっと人がね来てほしいっていう感じもありますもんね。はい、ありがとうございました。はい、まあでも あれですね、沢井さんまた続いてなんですね。続いてですね、はい、続いて の後半はコラボの曲を、いくつか、皆さん楽しんでもらいたいと思ってますが、早速なんですが女子グループですね、これは。はい、島袋奈美さん、メンソーレ。はい、そして、沢井さんがねやってきますけれども、はい、この四つだけ、はい
はい、ゆっくりで大丈夫です。はい、あの四つ竹をあのお二人でコラボで、お二人じゃないね、4名ぐらいなのかな、バンドスタイルですね。はい、まあ、四つ竹、まあ、お祝いのね、はい、ありがとうございます、はい、声が入ってなかったかもな、みごめんなさい、はい、ま、マスクはしてるわ、これは入ってないわっていう感じですけど、時間バタバタしております、はいはい、失礼しました。はい、四つ竹もめでたい、はい、例えばそうですね、お祝儀舞踊の一つとして、はい、結構、ね、あのいろんな舞台で踊られている公演かなと、ね、はい、本当踊りのイメージがありますよね。そうですね、大きな花笠をかぶって、うん、まあ、四つ竹を流してっていうね、曲名自体はウドイクワディサーという曲なんですけれども、これに舞踊がつくと、あの木の板を2つ持ってカスタネットみたいにカチカチと鳴らす、あのこういう小道具があるんですけど、これを四つ竹と言いまして、これがそのまんま舞踊の曲名となってますね。はい、でこれを沢井さん、ね、今演奏されましたけど、沢井さんとのコラボということで、はい、もう笛を持ってますけど、持ってます、はい、持ってきました。はい、はい、構成的に どうなんですか。はい、はい、まあ、琉球古典音楽の曲なんですけれども、あの私とギターの島山さんはですね、この古典音楽に馴染みのない方もあのたくさんいるなっていうのがとてもあのもったいない、もっとたくさんの方に素敵な音楽なので聴く人が増えてくれたらいいなと思っていて、でそれのまあ入り口の一つになればということで、和音を入れて洋楽器とのコラボレーションというのをいくつか、作品を作っています。でそれに、今回はですね、私笛、そして奈美さんが、歌三線なんですが、もうお一方、和田信和さんに笛をやっていただきまして、はい、信和さん、信和さん、そうなんです。ダブル信和さんですね。漢字は違うんでしたっけ。はい、ではじゃ ご準備の方よろしくお願いします。はいはい、お願いします。はい、準備していただいてということで、もう古典音楽されてる方はもう必ずこの曲はね、本当に弾いてる方は多いかなと思いますけども、そのちょっとバリエーションが変わった感じで、楽しめるかなと思います。先ほど、ね、紹介もさせていただきましたけれども、歌三線に柴袋奈美さんで、笛で、沢井真理子さんと和田信和さんね、笛が2つということはどういう楽曲になるのかなという感じもありますけれどもね、あのハモリが聴けるかな楽しみです。はい、そしてギタリスト の島山さん、よろしくお願いします。ご準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、ではお届けします。四つ竹、島袋奈美さんと沢井真理子さんでお届けします。どうぞ。ワン、ツー、スリー。Oh.
ありがとうございました。三線島袋奈美さん、そして冬に沢井真理子さん、ね、そして冬の重ねがさん、まだ信和さん、そして同じく信和さんですね。はい、ギターありがとうございました。素敵な編曲で、はい、ありがとうございます。もうこういうコラボレーションもね、すごく楽しいというか、結構初めてのコラボレーションも多いんじゃないでしょうかね。続いてはあらイケメン2人、はい、はい、伊藤浩太さん、そして玉城和樹さん、この2人で何が聞けるのかというすごく気になっておりますけれども、はい、今日は和樹さんからのリクエストでトゥバラーマを、はい、いいじゃないですか。挑戦してみようかなと、うん、はい、うんって言ってるって言ってますけど、和樹さん、あのどうしてこの曲を一つ言わせてもらっていいですか、はい、これはですね、何か見えない力が働いてこれは一つ本当にね、コウタさんみたいな本格的に八重山民謡、八重山御殿音楽をやってるね人間にと、この僕がですねトゥバラーマを歌わせていただくというのは大変恐縮しているんですけれども、うん、このさっき笛をね吹かれていたあの W 田さんという人がいまして、三線組合のこのねこの人 の, あのディレクションディレクターのね策略にはまって、もう浩太さんの胸を借りてですね今日は歌わせていただきたいと思います。それこそだってさっきのトゥバラーマ大会で出場者ですよ、はい、ね、この人と僕がですね、出場は誰でもです、ね、いや本戦出場ですからね。でもあのトゥバラーマ歌ったことあるんですか、玉城和樹さん。まあ、歌ったことはでもはありますよね、ありますけど、うん、そんな習ってとかそういう、ね、はい、専門的なもので、稽古を積んでませんので、まあ手前味噌ですが、いや大丈夫です、うん、あの舞踊とかでもやっぱりトゥバラーマっていうね、うん、あの舞踊の曲があって、その中でも歌われてる舞踊曲としてのトゥバラーマも今日は歌ってくれますので、うん、あの普段私が歌ってる歌い方とはまた全然違うような歌い方をされてるので、すごく、すごい顔が、はい、勉強になります、はい、私も、はい、いやもう和樹さんこんなしてからめっちゃあるよね、とっても憂鬱ですね。いやいやそれをねまたこう通り越すとまたこう快感になるね。ああ、そう、はい、昭和50、あ、いいです、いいです、大丈夫、声張りますから大丈夫、そうなんですよ、同じ年だった、昭和58年生でした、そうなんですよ、うん、ね、名前と顔は知ってたんですけど、こうやって、うん、今回ね、はい、出会うきっかけを作っていただいて、はい、なんかね、はい、ね、昭和58年生もっと盛り上げて、そうですね、2人でイノシシ年、そうです、ね、はい、盛り上げていきたいな。あれ、チュマール違うじゃん。同い年。同い年か。同い年ということで。ということにしておきましょう。はい。よかった、嬉しい。ということで。それでは準備していただきましょう。よろしくお願いします。まさかのイノシシ年。ありがとうございます。はい。もう、お二人で何を歌うのかなというね、思っていたんですけれども、企画で。まあリクエストもありということですね、伊藤浩太さんと玉城和樹さんトゥバラーマを歌うということなんですけれども、はい、まあ調弦確認していただいて、はい、ご準備が良ければ曲振りしたいと思いますが、いかがでしょうか、大丈夫ですか、はい、じゃあ、しっかりね皆さんも心で、まあ、お囃子もね、心の中で画面の向こうでお囃子入れたりしてもいいかなと思いますよ。ではでは、トゥバラーマお聞きください、どうぞ。
に沢井さん入っていただいてありがとうございます。つばらーまお届けしました、素敵なね、あんなになんかちょっと緊張してた感じっていうか面白かったトークだったんですけれど、めちゃめちゃ真面目で素敵な歌声でいい感じでしたね。はい、では、次、あ、はい、いいですね、コンビが。はい、島袋達也さんと島袋奈美さん、メンソーレ。はい、メンソーレ、メンソーレ。またこちらはあれですね、島袋、島袋じゃない？そうなんですよっていうのは、そうそう、私も今日気づいた、あ、と思った島袋コンビになっていると思って、島袋ナイトということで島袋ナイトいいですね。はい、まあ、達也さんでもコンピューターというのはよく歌いますか？そうですね、お店をやっているので、そこでやっぱり、うん、コンビ歌を歌いたいという方が、あ、なるほど、何でも歌わないといけないよね。いやいやいや、何でもという音がいきません、はい、はい、じゃあ奈美さん、父長身を歌うということなんですけれども、はい、そうです、はい、なかなかですね、古典音楽やってるとコンビ歌って歌わせてもらうあの機会が全くないもので、今日とてもとても緊張しておりますね。でもじゃあ最初あのとにかくこのリハの前に合わせたい合わせたいってずっとね、はい、おっしゃってて、でもなんかリハした後ね、なんか安心してましたもんね。そうですね、あ、まあ、あの達也さんがすごい引っ張ってくださって、ね、引っ張ってくださって安心して、はい、はい、今日は楽しんで、はい、ね、さっきもなんか月の歌だったし、こっちもまたね、ねえ、だとね、そうそう、またこの沖縄本島は、え、沖縄本島は父中身だね代表曲みたいな、え、沖縄は、あ、でも中風とかか、月の歌とかだったね、はい、あ、でも民謡で言ったら、でも他にありますなんか月の歌って、まあ、ケイヒットリ節とかですね、ケイヒットリ、そういったのがあったり、そうですね、うん、うん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 、でも結構やっぱ夜のこういうね、あのいい感じな静かなところでこう仲良く男女がね、うん、あの恋歌を語るみたいな歌もいっぱいありますもんね、はい、はい、じゃあお二人には準備をしていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、こちらもう父長身ね、もうあっという間にも演奏曲も後半の方になっておりますが、はい、今準備をしておりますけど、島袋奈美さんとそして島袋達也さんで、伴奏お二人入ってますね、はい、笛の沢井真理子さんと空調になんと先ほどのつばらーまの、はい、玉城和樹さんが伴奏でね、ご協力いただいておりますけれども、ご準備はいかがでしょう。あ、まだやってますね、はい、でもコンビ歌ってあのなんていうんですかね、自分の歌だけ覚えててもダメなんですよね。こう相手が相手の歌もちゃんと聞いておかないとちぐはぐな歌の歌詞になってるから、自分歌うのは半分だけどちゃんと相手の歌も全部歌えるようにしとかないとこうタイミングを逃してしまうというあの感じで、いろんな沖縄の歌ってすごくいろんなジャンルがあったりしますけれども、コンピューターはコンピューターでやっぱりこの魅力的な楽しい、ね、歌の、ジャンルかなと思っております。いかがでしょうか、大丈夫ですか。はい、ではお二方に歌っていただきましょう。父長身、島袋達也さん、そして島袋奈美さんです。どうぞ。Oh,
皆さんもあっという間に実はフィナーレなんでございます。あっという間です。本当にもうね、前半のクルチンの、クロストーク、そしてワークショップね、 あちらでもういろんな三振の今ね後半は演奏だったんですけれども、この三振という作るこの木の素材もその植物の専門の谷口教授、そして、まあ三線を作る職人の、岸本さん、そして中峰さん、そして、ね、アーティストの宮沢さんとクロストークから始まりの、後半は演奏もありましたが、フィナーレはねぜひアーティストさん全員で演奏をということで、もう皆さん忙しい中もうお願いしまして叶います夢が、はい、ぜひではいいですか、宮沢さんよろしくお願いします。ちょっとだけおしゃべりしても、はい、よろしくお願いします。もう宮沢さんでもクルチの森に通われてもこう行ったり来たりも前まではしてたんですけど、はい、去年ぐらいからねなかなか来れなかったのが、ね、緊急事態宣言が東京か沖縄に出ていたら移動するのはやめようって決めたんですよ、自分の中で。仕事であっても全部キャンセルにして、そうしないとなんか自分の中でモヤモヤがあるまま生きていくの嫌なんで、でもそういう意味じゃやっとこれで草刈りもできるという。そうですね、今日、うん、でも去年もちょうど、まあ、60歳ぐらいの時ちょうど合間ぐらいですよね。そうです、配信でね、うん、大雨の中やりましたね。ねでね、来年こそはって言ってたんですけどね。そうですね、うん、でもまたやっぱり来年こそはですね。で本当にスタッフがね、はい、クルーチセブンを中心に、今平田大地さんもそうなんだけど、そういう時でもこう耐えないように必ず毎月集まって草刈りをしてくれたと、ね、本当に感謝ですね。もうだからもう
まあ、三線組合も、うん、あの協力団体として一緒にこうやってるんですけど、はい、まあ草はね伸びていきますからね、どうしても育樹もしない、育樹ってかこれ何育樹、うん、植樹、あ植樹じゃなくて育樹ですね。でもね、はい、大きくなってくると、はい、下もだんだん草も生えてこなくなるので、はい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 、そういう意味ではだんだんこう手がかからなくなってるのは事実なんですけど、うん、そうですね、はい、ただまあそのちょっとこう空地の森の横にある植物が増えてきたりしてこう侵食してるとちょっとそこを整理したいとか、まあ、やることは結構限りないんですよね。そうですね、うん、はい、で、まあ、最後はもう皆さんフィナーレでということで、はい、ぜひちょっと島歌をあの歌いたいということでお願いしても協力いただいてるんですけど、はい、宮沢さん、はい、島歌、うん、でももうちょっと先いいです、はい、この歌のなんか作ったきっかけみたいのあるんですか。それを話し出すとちょっと、あ足りない、どうしよう、長い時間が2分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 ないですね、ないですね、はい、いやでもあの、はい、もう30年なんですよ来年で。そうなんですね、発表してから。そういう意味ではあのなんか今はもう当たり前に沖縄でいろんなところで聞こえてくる歌になったなっていうのは感慨深いし、僕が例えば歌わなくてもいろんな方々が歌ってくれると、この歌に込められたメッセージ、もうこの島には、ずっと夕凪であって、もう争い事戦がなくて、この島はやっぱり平和である自由である権利がありますから、それをこう守っていける、それは僕だけの力でできないっていうのはこの30年でよく分かってることで、ただいろんな人が歌ってくれたりすることでその志は広がっていってるなっていうのは嬉しいですね。このクルチのこの活動となんかつながりますね、こういう歌のね、うん、つながりは、はい、じゃあご準備の方よろしくお願いします、はい、そして私もこっちにどなたか座るんですよね。はい、どうぞどうぞ皆さん、はい、アーティストさん方が皆さん、ご準備いただきたいと思います。はい、フィナーレですので皆さん、画面の向こうの皆様もぜひぜひ歌っていただきたいと思います、ね、あの音に合わせて。シマンチの宝です。すいません、もうあの島歌だけでお願いします。メドレーじゃない。では、最後皆さんで一緒に歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
間であっという間なんですけれども、こちら配信見た後にこの感想とかですね、ご意見をぜひいただきたいと思いまして、アンケートのご協力もよろしくお願いします。こちらの YouTube チャンネルの、方にアンケート、ここから入ってねというボタンが、ボタン URL かなあるので、そこから入っていただいて、ぜひアンケートのご協力よろしくお願いします。そしてまたこの三線組合、クルチのワークショップアットマーク三線組合 YouTube チャンネルって長いタイトルがついてますけれども、このチャンネルぜひチェックしていただいて、またこのこれからもこう沖縄からいろんな三線の、ことが発信できるような活動も続けていきたいと思いますので。教授の意見とか、そして演奏家の皆さん、もちろん職人もそうですけれども、協力してこれからも行きたいと思いますので、これからも応援していってください。では賑やかに最後は勝ち走りでいきましょうか、はい、ひーよえいYeah.